オッケーオッケー、ほぼ完璧、ほぼ。なあ、ソースケ、本番直前だぞ。ま、ロキ、ここは一番大事なシーンだから、西野。その通り。演出た。ああ、始まった。ソースケの演出を受けた二人も、それに応えるまで。本番まで時間がないって時ほど、このモードに突入しがちですよね。この本は偶然引き合わされた2人が、今のシーンはその種命の危機が発生して、亮が始めだ、わざと関わるなって冷たい態度をとってね。始めは2人の全てがここに詰まってると思う。最後のもう一歩が欲しい。本質をも、そう、2人が、亮は、始めはそれ、そういう気持ち考えろロケ。誰に、マヒロ。君と俺の出会いは、そう、何もかもたまた、この後だ。本当は分かってほしい。はじめ、リオ、俺の中のはじめが嫌だって。だって俺は出会ったのが何もかも運命だった。今の、なんつうか、はい、リズムや音程の精度がここに来、ちょっと怖いく、指の先まで両衣装に着替える前なのに着てるよ。やっぱり真宙さんは、一応ロキもまだ言うか、リツ。お前も、二人ともこれで本番行こう。了解。ああ、台本書いたの。本番直前でこのシーンに流れ、もちろん当然だ。それが役者である。おう、息もぴったりだね。お、やべ、じゃ、ようこそ。10秒前、4、幕が上がる。あ、開演。俺が眠るまでが昼間だ。まだ遊ぶぞ、マヒロ。なーに？そうね、退屈だ。あなたも一口欲しい？ああ、王妃。あら、王子。王妃よ、みずみずしい。望む果物も、これで私。おーおならば、何？変か。そう、王妃さん。て、それが、どこにあん。お前が王なら、それにしても。ああ、待った。だが、知っているか。ええ、
毎日王妃は物乞いごときが、いやいや、うん、ご機嫌うるわ。どうく待って、こういう、ああ、うん、あなたに勝つ、ああ貴様なん、いやしいどうお、 お前ネオ、違う、あれまさか、お、あんたは猫に、どういうことだ、まだわからない、猫にされ、あほら、私私の変身おかしいと思わない、優しくてて全然、あなたそんなでははっ、夜ごと見せるお前のアホ面、なかなか楽しかった。一体何の目的？目的？人間ってのはお前たちの好むものけど、お前ら人間がお前の愛しいを欲しかったのは、わ、そんな、違う、化け物め、俺は王妃の巣なのに、ちょっと王様だなあ、お、合成なの、あんたはに、ま、そんだけのか、くそ